予選結果2位ということで好調なようですがどうでしょうか。I'm quite happy with second position because it puts me on the front row. Of course, to be in pole position would have been much nicer for Yokohama and myself, but、it's not bad being second. And、if we can make a good start, well, then we don't need pole position. Pole position 取りたかったけど、まあ、セカンドでいいやって感じで、うまくいけばなんとかスタートのところでうまくいけば。なかなかいいレース展開できるんじゃないかって。一応、まあ、一番最前列に並んでるわけですから、そういう意味ではレース前のアキソン選手のインタビューをお聞きいただきました。レースの方は3周目から4周目へかかろうとしておりまして、そのアキソンの後ろぴったりとマークしているのが中島です。何かこう獲物を捉えて楽しんでるような ね、こんな感じありますね、まあ、トップ争いも目を離せないんですが、3位争いがこれまた激烈になっております。ただ1位2位とそれから3位からグループの間はちょっと開いているかなという感じがありますね、はい、シケイン先頭を依然として抑えているのがアジソンです。その後ろピッキリマークの中島、さあまたね、また直線行きましたね、はいはい、先ほどのようなですね進撃戦が見られるかもしれませんよ、ね、ご覧の通りも本当に真後ろにマークしておりますから、これはアジソンもたまらないでしょう。これが3位争いです。一応モレノが抑えてがいますが、その後ハセミエルというところがくっついてきております。ついてますね。ご覧の通りもぴったり中島にマークされているアーチソンなんですが、この辺堤さん2人の気持ちってどうでしょうね。そうですね、まあ、中島選手今見ましてもねゆとり持ってますね。アーチソン選手がかなり大きくはらんだようなコーナーをですね小さくクッと押さえ込んでますね、まさに自分の射程に入っているという感じですね。まあ一方アジソン選手はこれだけ逃げてもですね、逃げても追われると、はい、これは嫌なもんなんですよ。そうでしょうね、はい、つい焦りますからね、無理もあります。ところが中島選手の場合ぐんぐんとこうつきましたね、まあ、こんな風にですねもうマイペースで追い上げてるわけですね、もう目の前に獲物がいる、はい、いつでも料理してやるぞというような感じで、そんな感じですね、ゆとりがあるようです。中島にしてみればいつでも抜けるという感じなのかもしれません。アジソンはなんとか引き離したいところなんでしょうが、どうしても離せないという感じになっています。このスプーンの入り口もですね、中島選手入れないというとパッと引きましたしね、はい、まあ、もう本当にゆとり持ってますね。ここから立ち上がりの加速で130ヤードへ変わって、これでもまた中島にとってのチャンス、ああやっぱり仕掛けていきますね、はい、ちょっと無理ですかね、はい、一旦は仕掛けましたけれども無理です。その後これは3番手争いの方で仕掛けかけたのはハセミですか、依然として先頭に立っているのがアジソン、その後ろぴったりマーク中島、アジソンの辛いところです。直線になります。この辺もう一遍また中島の仕掛けが見られるかもしれませんよ。そうですね、3度目4度目ぐらいの挑戦になりますか。ご覧の通りはぴったり後ろにマークしております。やはり中島がインサイドから行きました。入りましたね。全くお得意の、はい、この1コーナーのところです、はい、スロービデオを見ていただきましょう。鈴木さんお願いします、はい、もうギリギリまでスリムの中入ってましたね、そして横に第1コーナー手前ギリギリのところでスパッと切れ込んだ、この切れ味の良さ、判断の良さ、スピード感の良さと言いましょうかね、素晴らしい体感ですね。いっぱいいっぱいのところ見事にアジソンをかわしました中島が、あっという間に差をつけまして、今度は独走体制を作ろうという感じになっております。アジソンの巻き返しになるかどうかですね。ですね、もう随分引き離しましたね、もう本当に放たれた矢という感じですね、はい、F1 のマシンのテストドライブも行いまして、すっかり最近はビッグパワーのコントロールに自信をつけております中島です。トップに立ちました中島、レース前のインタビューをお聞きいただきましょう。その F1 のテストをしていることが今年のレースにもある部分プラスになってるんじゃないかっていう見方があるんですけれども、まあね、そう言って言われればそうかもねまあテストやって乗ってることもそうだけど、気分的にね、そういうのあるでしょうね。技術的にとかそういうんじゃないかもわかんないけどね、気分はやっぱり悪くないからいいんじゃないですかね。もっと大きいものっていうか、そういうものにこう向かっていくっていうことが精神的な部分ですごくプラスになる。まあそう言って言われるとそうかもね
全日本ロードレースチャンピオン平忠彦。ナンバーワンは厳しいトレーニングで勝ち取った。今ターゲットは世界に。アライヘルメッツレーシングスペシャリティーズ。入れやすい、つまり出しやすいのはなぜでしょう。そこにロマがあるからです。稲葉らしさがまた出たね。誕生ロマール、稲葉物置から。さあまたFF 社で世界初四輪ダブルウィッシュボーンサス、ホンダ DOHC 1800-2000。これが新しいアコード。密体交差した。レースは6周目です。先頭1番の中島、ハイボールのトップに立ちました。2位11番アチソン、その差をどうやら鷲見さんちょっと開いているようですね。もうどんどん開いてますね、はい、もう本当に独走体制に入ってしまいましたね。そうなりますととりあえず今度は3位争いが焦点ということになりますか。そうですね、これを見てください。もうこれだけで一列に並んでヘアピンに入ってきましたね。大混戦です。で大接戦ですね。一応3位に立っておりますのが10番のモレノ、それから5番の長谷美、6番のエルルというところが続いております。さらにリースが今ちらっと言えましたが黄色いマシーン7番、できました、ね、そうですね。それから25番の国光、さらに8番の松本というところがこれを追い上げております。森本も頑張っています。森本はちょっと下がりました。現在9位ということになりました。